はい、今日一緒に走ってくれた上坂の、はい、坂くんです。今度は森コロのエンデューロも今週か、そうですね、今週のやつも出るということで、はい、応援したいと思います。で、そのクラブチーム所属の彼が乗っているバイクがスペシャライズドのターマックになります。見ると赤白でめっちゃかっこいいですね。ちょっと汚い。いや、綺麗ですよ、結構。めっちゃ綺麗。赤白のフレームですね。これはもうオールカーボンなんですかね。そうですね、フォークも。フォークも。フレームも全部カーボン。フレームも、シートポストもカーボンで。はい、じゃあ、ハンドル周りから。これ、ステムと。ステムはスペシャルなんですけど、これだけ、うん、メリダの純正の420mm です。あ、そう、メリダの使ってるんですね。アルミですか、両方とも。こっちもどっちもアルミです。アルミで。なんかそこはこだわりでアルミにしてるんですか。いや、特にここだけ後回しになってるだけです。そういうことですね。いずれはもしかしたらカーボンにするかもしれないですね。このサイコン、どんなやつなんですか。ブライトンのライダー410ってやつで、今、片落ちになっちゃったんですけど。うん、でまあ、GPS、のサイコンでナビがないだけですね。その他全部できるので。日頃のトレーニングはこれで。そうですね。速度と、回転数と。そうですね。これは心拍の。心拍。LTH パーセント R パーセントってやつで、なんか最大のから考えた時に今どれぐらいのパーセントの心拍してますよっていう。確かその表示だった気がします。ああ、脳を測って、あと距離と時刻って感じですね。そうですね。普段こんな感じの。普段、まあ、サイクルの時とか、流してる時は普段、まあ、こんな感じで。で、ライトはキャットアイの。キャットアイのボルト400。ね。で、コンポ系見ていきますけど、STI は R8000。はい。ブレーキも R8000 で。統一されて、でドライブトレイン周り、クランクも R8000 ですね、はい、ペダルはもう R8000 R8000 で、変速機はフロントディレイダーデュラの9000番ですね。リアも9000番で、ビッグプーリーついてますよね、はい、これどこ製のやつだろう。 TNI のビッグプーリーですね、はい、でスプロケもあるですか。 R8000 のこれ28ですか。28、まあ、なるほど。でホイールとかタイヤ気になるとこなんですけど、はい、ホイールはアレックスリムスの、はい、473とかな、書いてあるんですけど、確かでもあの5万ぐらいのやつで 1460g の。じゃあ純正で付いたやつではないですね、スペシャルの、はい、でタイヤが P0っていうやつですよね。グリップ力に惚れちゃって、へえ、結構カーブの安定感があるんですか。はい、太く見えるんですけどこれ25なんですけど、この車輪がワイドリムなんで、はいはいはい、なんでこのちょっとタイヤが膨らんじゃって、なんか太く見えるんですね。そう、あ、リアがムーンのやつですね。で、サドルがスペシャライズのパワーサドル。パワーサドル、はい、どうですか、パワーサドルって合います。合います。ちゃんとお尻のとこ測ったんで。あ、測ってやってると。 あとここもチェーン落ち、ローターのチェーン落ちのやつがちょっと曲がっちゃってるんですけどついてるで、ボトルゲージタックスの赤黒の。なるほど、これが一応メインバイク。そうですね、メインバイクです。でレースに出るっていうんですね、はい、今後変えたい場所とかってあるんですか。その今ハンドル、まあ、ハンドルもそうですけど、ステムはそのままでいいですけど、ハンドルはちょっと短くして、なんかいいものがあればみたいな。幅をってことですか。そうですね、400とか400とか380ぐらいで、あとはどこだろう。まあでも一番フレームですね。本体本体を本体を変えて
このホイールって、はい、あんま知見ないんですけど、どんな感じですか、はい、剛性高いとか。剛性は高くないです。むしろもう、なんか初心者向けですね。ちょっと、柔らかいっちゃ柔らかいんですけど、でも、その、登ってる時とか、登ってる時の疲れた時に、踏むってなると、はい、僕の足ではちょうどいい。よく回ります？そこは普通ぐらいじゃないですかね。普通ぐらいですか。はい、愛車紹介でした、はい、ありがとうございます。